フレデリック・ウィンスロー・テイラー、フレデリック・ウィンスロー・テイラー、1856年3月20日から1915年3月21日は、アメリカ合衆国の技術者で、経営学者、科学的管理法の発案者で、現代においては、科学的管理法の父と称される、フィラデルフィアの裕福な家庭に生まれた、弁護士であった父の後を継ぐために、ハーバード大学の法学部に入学。 しかし、目の病気により、大学を辞め、弁護士への道を断念する。1874年に、機械工見習いになり、工場条件の学習をした、エンジニアとしての資格を得た。彼は、フィラデルフィアのミッドベールスチール社に作業者として就職。職場の組長に取り立てられたテーラーは6年の間に、テーラーショップシステムと呼ばれる科学的管理法の実践により、 工作機械の改良や作業工程の改善を行い、職場にはびこっていた組織的大業を打破し、労働コストの削減を達成。その功績により、主席技師に昇進している。また、この時期に、ガンとバースといった弟子といえる人々と出会っている。また、ミッドベール社在職中に高速度行を発明するなど、およそ200の特許を取得しており、後に、 コンサルタント業として独立する際の基礎ともなっている。また、在職中にスティーブンス工科大学から工学修士の学位を受けている。1890年にミッドベールスチール社を退職後、いくつかの会社で工場管理をした後、1898年にベスレヘムスチール社に移る。そこで管理の再編成を試み、労働者の作業や道具の標準化を図った。その結果、 生産に関わる計画の立案の重要性が高まり、計画立案専任の部署が設置されるなどの近代化への一歩といえる功績を残すが、他の管理職との対立から、1901年にベスレヘムジャを退職した。以後、コンサルタントとしていくつかの企業を蘇らせ、また科学的管理法の研究を進め、体系化していった。また、1906年から1907年までの間、 機械学会の代表を務めた。晩年は、1915年にフィラデルフィアで死去するまで、労働組合を代表とする科学的管理法の導入に反対する勢力からの批判を受けて、それに反論するなど、科学的管理法の擁護者として活動した。59歳を迎えた翌日に病死した。テーラーは、科学的管理法の手法を考案し実践したことで、 生産現場に近代化をもたらしたとともに、マネジメントの概念を確立した。テーラー以前にも、フランス人のペロネやイギリス人のバベッチが、1800年頃に時間設定の実践を始めていたと言われている。しかし、作業分割を行い、要素ごとに時間研究を行うという方法を確立したのは、テーラーである。テイラーの科学的管理法がアメリカ全土に広まるきっかけとなったのは、 1910年に起こったアメリカ東部の鉄道会社が貨物輸送運賃の値上げを要求した事件である。これを阻止するために、荷主側の弁護士のルイス・ブランデーズがテイラーの管理法を紹介し、鉄道会社の非効率な運営を指摘したことにより、全米に知られることとなった。この時に、ブランデーズやギルブレス、テイラーの弟子のガントラによってテイラーの管理法が 科学的管理法と名付けられた1911年に著書科学的管理の原理を出版テーラーは以下のように信じていた著作などありがとうございます。